オリエント急行のミイラは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第8シリーズ第8話。2014年10月11日に BBC1 で初放送された。脚本はジェイミー・マシソン、監督はポール・ウィルムシャーストが担当した。本作は批評家から肯定的にレビューされた。本作では、異星人のタイムトラベラー12代目ドクターが悪化した。 クララ・オズワルドとの関係を鑑み、彼女のとの最後の旅として、宇宙のオリエント急行を訪れる。列車内では、乗客の不審死が多発しており、調査の結果、死まで66秒を切った犠牲者以外には、死人できないミイラが原因であると判明する。Are you my mommy? という12代目ドクターの問いかけは、空っぽの少年と、ドクターは踊るで9代目ドクターと遭遇した。 カスマスクのゾンビが口にしていたセリフである。同じセリフは死に覆われた星でも10代目ドクターが発言した。ドクターはオリエント急行に彼を誘った謎の力が以前ターディスにも電話をかけてきたと述べており、これはビッグバンのラストシーンでエジプトの女神が宇宙のオリエント急行に乗って逃げ出したという知らせを11代目ドクターが受け取ったことを指している。 12代目ドクターはムーアハウス教授にジェリーベイビーを勧めている。これは過去のドクターから続く伝統であり、主に4代目ドクターを代表する仕草であった。この仕草は新シリーズでは11代目ドクターもゲンガーの反乱で行っていた。ダニーピンクはクララにドクターが彼女の彼氏でないことを思い出させている。これは深呼吸で他ならぬ十二代目ドクター自身がクララに、 告げていたことである。フランクス・キナー大本の読み合わせは2014年5月1日に行われ、撮影は5月20日に開始されて6月10日に完了した。撮影は主にスタジオを拠点として行われたが、終盤のドクターとクララが惑星にいる場面は、ベール・オブ・グラモガンのリンパート・ベイで撮影された。ムーアハウス教授役のクリストファー・ビラーズは、 クラシックシリーズのザ・キングス・デーモンズにピット夫人役のジャネット・ヘン・フリーはザ・カーズ・オブ・フェンリックに出演した。パーキンス役のフランクス・スキナーはドクター風なファンであり、以前には50周年記念スペシャルザ・ファイブ・ドクターズ・リブートに出演していた。放送当夜の視聴者数は508万人、番組視聴選挙率は22.1%を記録し、その夜では3番目に良い記録を残した。 タイムシフト視聴者を合算すると最終的な視聴者数は711万人に達した。BBC アメリカの放送は97万人が視聴した。オリエント急行のミイラは肯定的にレビューされた。オーディエンスアプリシエーションインデックスヘクタール85を記録しており、これは第8シリーズで暫定的に最高の数値であった。 ガーディアン氏のダン・マーティンは本作に肯定的であり、ミイラを、少なくとも我々をソファの後ろに隠れさせる適切な新しく恐ろしい怪物だと称賛した。彼はそのような怪物が第8シリーズには欠けていると感じており、想像力に見合う制作デザインの勝利だとも評価した。また彼はジェイミー・マシソンについて格好良い怪物、 ぎこちないターディスのダイナミックスを混ぜたことを賞賛した。しかし、彼は怪物の正体の暴露が面白くなかったと感じた。デイリーテレグラフのベン・ローレンスも本作に肯定的で星4つと評価した。彼はエピソードの形式と狭い通路に閉じ込められた感覚や、いつ襲われてもおかしくない不可視の怪物に付きまとわれている感覚を視聴者に与え、 彼らを物語に引き込むことができるエピソードの能力を称賛した。彼はパーキンス役のフランクス・スキナーがエピソードの良い幕開けになったと感じたが、クエルタイ役のデイビッド・バンバーがさらに印象的だったと述べ胸を刺すようだと評価した。また彼はドクターとクララの関係性の発達を称賛した。歌手役のフォークシス・デジタル・スパイのモーガン・ジェフェリーは本作に星4つをつけた。 彼は、ピーター・カパルディとジェナル・イーズ・コールマンの相性を称賛し、終盤のターディスの場面とビーチの場面を素敵だと述べ、すっかり磁石のような二人組のままだと表現した。彼は、エピソードの主な問題は二人を離れたままにし続けていたことで、あると感じた。彼はスキナーが、真に、ドクター風を愛していると認めて肯定的に反応し、劇中で輝いていた。 クララの愛すべき大役だと好評価した。彼は、前は、ガツを殺せと同様に、オリエント急行のミイラが、フィリップ・ヒンチクリフの雰囲気を醸していると述べ、ミイラの制作デザインや、演技のテンポが、エピソードの雰囲気に寄与したと評価した。彼は、エピソードの雰囲気について、ヴィンテージものの、ドクター風だと表現した。メトロのティム・リューもミイラに肯定的で、 もう一つの強力な独立した物語だ。以上が独特の外見と雰囲気を生み出し、ミイラ化したフォートオレドはよく実現されている。66秒のカウントダウンの時計は切迫する、本当の時間の感覚と危機感を注いだと論評した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは、ゲスト出演者の歌手、北湿とスキナーを称賛した。彼女はクララには批判的で、 コールバンの演技を称賛する一方で、彼女のキャラクターは考え抜かれて書かれていないし魅力がないと酷評した。全体として彼女は本作が楽しい外宇宙の遊びだったと感じた。ホーブス氏のユアン・スペンスも本作に肯定的であり、プロットの幻想的な革新原理を称賛した。しかし、彼はもう5分にあれば列車からの脱出シーンなどより、 多くの部分を掘り下げることができたのではないかとも述べた。彼はキャストを称賛し、ドクターがカパルディの演技に影響を与えている。彼のシリーズへの愛を描くことで、これまでの多くの俳優がこの役を演じるために影響を受けていることが分かったとコメントした。さらに彼は、ドクターとクララの関係の発達を称賛し、マシソンについては印象的なデビュー作だと述べた。 ザ・エヴィ・クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作に完璧な A 評価を与え、12代目ドクターの最終回について、各際にはオリエント急行のミイラが鍵になるだろうという胸の主張をした。彼は本作をピーター・カパルディの勝利であると呼び、好調なシーズンの最新エピソード、ピーター・カパルディの演技だけでこの物語を最高水準のステータスに昇格させるのに十分だが、 ジェイミー・マッシソンの脚本は彼を見事にサポートしていると褒めたたえた。ピアソン・エデュケーションは2018年6月15日にジェーン・ローラソンによる英語学習者向けの本作の小説版を出版した。ありがとうございます。